どうも、テイラクレです。BGM。はい、今日もミンゴルデイリーコンやっていきたいと思います。今日もしかしたら、10万コインまでいけるんじゃないかなと勝手に思ってます。まずは一人でゴルフ。あれだったんですよね。なんですかね、ちょっと考えが甘かったというか、とりあえず一人でゴルフやって、まあその日の状況とか調子とか見ながら他のところの対策をしていくということで、まずはこの辺ですね。今日はやばいな。今日はやばい。わかる。これでわかる。やばいってことがわかる。パターはまあ大丈夫か。やばいな今日。今日はやばい。これはやばい。どうしようかな。こういう場合は一回ファラオ行きます。ファラオ、ファラオの最初かな。やばいね今日は。今日はやばいな。風。こんぐらいかな。足りない。ダメだな。ダメだな。調整したので、このファラオコースで調整したので、多分通常のプレイには影響なくなったかなと、修正はされたかなと思います。今ので、ランクマッチいきますか。これ届くんじゃないかな。こんな感じで 3m か、いい感じですね。打っちゃうか、これで。グリーンには乗ると思うんですけど、どうでしょうか。うわ、全然想像したところに落ちてない。ちょっと間違えたかな。314。そうだ、
13.2ヤード。いや、いいと思うな。うわ、 3.7。 もうちょっと強めだったか。ただこの勝負は勝たないか。ここで入れれば勝ちか。早い、ゆるい、このぐらいか。惜しい。マジ頼むぞ、よし、ひゅーん、負けました。どうだろうな、ツアーでゴルフ、みんなでゴルフにしようかな。クローゼット、確定。最後、まあ、ビール使うか。やっていきましょう。お、カンスト2人、4人ですね。カンストは4人と。なので5位の可能性もありますね、これは。たださっきちょっとだけ修正したので、まあ下手なショットは打たないと思うんですけど、OKOKOK。 次ですね、こんぐらいでいいのかな。それでも若干右か。こんぐらいか。いいかな。もうちょい右、ああ、違う。もうちょい右でもいいか。まあ、これやりすぎかなっていうぐらい。で、こんぐらいか。向かいだけど、十分か。超えてきそうだな。OK かな。OK。いいところに飛ぶはず。です。ああ、やっぱり弱い。ああ。まただ。また弱かった。弱かったは弱かったけど、多分これ大丈夫ですよね。10m。 うわ、止まった。
ここはもう飛ばすんですよね。これは飛ばすしかない。いいね。で、結局そうなんだよね。チャンスショットをここで出す。まあどこでやってもいいけどここだな。向かいだけど、まあ、一回こっちに入れときゃいいかぐらいか。で、ああでも向きになるのはダメ。こんぐらいか。やっちまった。アルバトロス、ナイス。風が。うわー、全然ダメ。マジ？マジなの？まあ、これでバーディーか。強い。OK。いやいやいや、ギリギリ。今6位か。いや、まあまあしょうがない、しょうがなくはないな。そろそろちょっと上位いっておきたい気持ちはある。猛暑来ました。もうここ落とすのでいいんじゃないと思ったけど、この辺かな。なんかうまく落ちないんですよね。ここで行こうか。ドンと行こうや。猛暑関係なし。猛暑関係なしショット。これだと、あ、これでもまだダメか。下だな。これやりすぎなんだよな。このぐらいか。どうだ。うわ、全然ダメ。オッケーオッケーオッケー。いやー、やっぱ荒れるなー。よし。なかなかひどい試合だった。なかなかひどい試合だったけど、どんな感じ？5位かな。疲れた。5位。はい。まあ限界じゃないけど、なんていうか、あ、グリーンに乗せるところが大変なんだよな。まだちょっと見えてないですね。いや、じゃあ、あとツアーでゴルフやって終わりにしたいと思います。はい、ありがとうございます。さあ、やっていきましょう。
対戦相手の方いないですね。うん、あ、いました。うん、はるさん、あおさん、はるとあお。女性かもしれない。女性プレイヤーかもしれない。ネーミングが、女性っぽい。相手オッケー。これはファラオコース、最初にファラオコースでなんていうか調整をしたので、まあタイミングサークルがウサギやカメまたはそれ以上に広がったりすることはないということですね。これはちゃんと調整していれば安定したショットが打てるので、まあこの辺りはまあ安全かなと思います。うん、調整方法分かってさえいれば、まあどう、まあそれで、相手よりも前にボールをまあそうですね、飛ばして相手に先打ちをさせると。礼法か、礼法だとあまり意味がないか。うーん、かもしれないけど、一応見るべきは見るですね。礼法の場合とまた違うかもしれないので、弱めか。ナイスショット。弱め、で、ほうで弱めで、そこトン、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 で、ほうで弱めで、そこで、そこか。で、ほうはあくまでも礼法か。なるほど、わかった。おこんぐらいでいいのか。ちょっと待てよ。若干右、まあまあこれはもう大丈夫でしょう。 OK、 いいはず、これでいいはず。 OK、 最初に相手に打たせているので、まあどういう風に打てばいいかは分かると。で、相手もクルパーでも勝てないということで、この試合は勝ちですね。どう？あら、バーディーじゃない。よし、バーディーチャンスとか言いながら、勝ちとか言いながら全然まだわかんないんだよな。ここかな。オッケー。勝ちました。やったー。はい、ゴールドか。なるほどね。はい、これでどうなったかというと、なんか届いてなさそうですね。あ、でも届いたか。
そうですね、なんか、ゴールドリーグの報酬を3000コインもらったので、まあ、かなり届いたと、フェスチケットギアチケットもたくさんもらってますね。ああそっか、そうゴールドリーグの報酬をいただいてるので、うん、それが掛け算ってことですね。はい、どうしようかな、もうフライングでやっちゃいますか。うん、3000、あ、10万コインきました。あとは2万コインですけれども、まあここのところずっとドカタ X さんのナイスを振ってサムネ、うん、あれですね、あのガチャをやってなかったんでここしばらくですね。なのでちょっとガチャやろうかなと思います。チケット専用2種類、まあどっちでもいけるのか。うんうん、あ、こっちのチケットはまだもらえないみたいですね。あ、じゃないか、もらえるのか、こうですね。あ、ないないんだ、あれ、こっちか、そうですね、ありました。チケットを使うで3枚、まあ同じくかな、こっちの方は3枚、こっちも3枚。あー、でもウェアチケットしかないみたいですね。うん、ギアチケットはないと。まあどっちだろうな、とりあえず引こうと思っているのはこっちの方を引こうと思ってるんですよ。12万貯めた後はとすると、まあ、チケットを使うとしたらこっちですかね。うん、なんと最後の章またはリンの上半身か下半身のウェア、こちらをまあ当てていきたいなと。3回引きたいと思います。まあ、そんな簡単には当たんないですね。でも 10% だったんだよな。なのでもしかしたらこの3回のうち1回ぐらいは当たるんじゃないかなと思うんですけど、黄色か、どうだ。うーん、黄色ですね。ゴールドですね、ゴールド。ビジネスジャケット。さあ、ラス1。やっていきましょう。あー、これはハズレですね。うん。まあ、あっけなく。当たりを引くことはできませんでした。これどうしようかな。うん、タイトルに入れなくてもいいかな。まあ当たってなかったしいいか。ということで、はい、ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。あ、どれぐらいかな、2日後ぐらいにまあガチャ引けるんじゃないかなと期待しています。はい、ではまた次回もよろしくお願いします。失礼します。